どうもタブヤンです。今回からミニジャンプ、新たなゲーム天地を喰らうプレイしていきたいと思います。カプコンさんのファミコン RPG ですね。1989年発売、本宮博さんの、漫画が原作ですね。やっていきましょう。三国志の、劉備が主人公ですね。この物語は今を去る1800年の昔、中国を舞台に繰り広げられた野望大きい男たちの戦いを描いたヒストリーロールプレイングゲームである。漢朝復興のために挙兵した中山聖王劉璋の子孫劉備玄徳、兵1万に相当すると言われ文武ともに優れた今も神と崇められる関羽雲長、猛将呂布と互角に渡り合えるただ一人の武将張飛翼徳。高金属の首領太平道の教祖でもある張鶴、猛将呂布を味方につけ洛陽で我が物顔に振る舞う董卓中尉、最強の武将ゆえに裏切りの人生を歩む呂布宝泉。董卓討伐軍の総大将を務めたが呂布に敗れ紀州に帰った袁紹本所、一度は帝を名乗ったが根本的に統治能力が不足していた袁術高炉。総軍100万の中をただ一騎で駆け抜け有名を馳せた張雲紫龍、諸葛亮をして張飛と並ぶ優勝と言わしめた馬超猛騎、おいてますます盛んな老将慶州の虎甲冑鑑賞。中国史上最大の天才軍師伏龍こと諸葛亮孔明、諸葛亮と並び称される天才軍師鳳雛こと鳳頭信玄、膨大な資料により200人以上の武将の能力をシミュレートし、中国三国志の時代を完全に再現したカプコン初の本格的ヒストリーロールプレイングゲーム、ここに堂々完成らしいです。さあオープニングデモはこれぐらいにして早速やっていきましょう。生まれし月日は異なれど願わくば同年同月同日に死せん、閻魔大王よご将覧あれ、この誓いに逆らいし者あれば立ちどころに地獄へ落とされんこと。玄徳よお聞き、今この世は高金属がはびこり民を苦しめています。あなたは卑しくも帝の血を引くみ、この世の乱れを正さねばなりませぬ。これから少し西に向かうと刀剣様のお城があります。そこでは高金属討伐の義勇軍を集めているそうです。あんたたちも義勇軍として刀剣様と共に戦うのです。この日のために幾ばくかの武器を用意しておきました。一刻も早く旅立ち虐げられた民を救うのです。さあお行きなさい玄徳。あ、大将劉備ですね。このゲーム主役は劉備玄徳、そして武将関羽雲長張飛翼徳、劉備軍ですね。ストーリーはね、この天地を喰らう本宮博さんの漫画が原作なんですけど、実はこの本宮博さんの漫画途中で終わってるんですよね。最終回まで連載してなかったので
このゲーム、途中からゲームオリジナルのストーリーになっております。ちなみに私、初見プレイです。クリアしたことありません。なので楽しみですね、ストーリーが。まあ劉備が中国統一するんだろうけど、どうなんでしょうか。その辺は内緒でお願いします。さあ、武将の強さとか見れるのかな。劉備、おお、武力180、知力225、兵士数っていうのがヒットポイントなのかな。あとでちょっとね、説明書読みたいと思います。関羽、武力245、知力180、そして張飛、武力250、知力低いね。皆さん、三国志知らない方でもね、わかるように張飛は知力は低いです。関羽はね、文武両道の武将って感じですね。劉備様万歳。で、劉備はね、一番年上で、まあこれステータスにはないけど人徳があるんですよね。で、知力が高いですね、このゲームだと。さあ、まずは情報収集。西に刀剣様の、城があるっていうことですね。まあ三国志は好きなんでね、ある程度ストーリーは、史実のね、ストーリーは理解しております。私は長生兵という商人です。あなたたちの志に心を打たれました。この金で武器を買い、戦いに備えてください。あ、金200と兵糧を受け取った。ありがとうございます。これも劉備の人徳のなせる技ですかね。あれ、これ装備とかはどうするのかな。短剣持ってるけど装備、1回ずつ装備しないといけないのかな。なんかそんな感じだね、これ装備。あ、違うな。短剣装備、関は探検装備、川の胴当て装備、張飛は探検と川の胴当てね。 OK、 さあこれでステータスがどう変わったんでしょうか。関、あ、装備が変わって、あ、攻撃15、武装と20と、あ、これ分かりやすいね。なんて言うんだろう、持って生まれたというか、関羽自身の武力が245で、武器の能力がね、分かるっていう、分かりやすいな、これ。ある意味ドラクエよりこっちの方が好きかも。黄金属名ヒットレイでやる。お、さあ他には、こんにちは、最終兵様はいつも家を留守にしている。なんか偉い学者さんなのかな。もしあなたは劉備様では、私は宗勇と隣が宗仁。お、どうかあなたの仲間に加えてください。いいの？はい。ありがとうございます。もう部署増えた？そういう。弱い。もう一人は？宗仁。ああ、なるほど。すげえ、もう部署増えた。調べる。これ壺調べたらなんかある感じじゃないの？違うのか。こことかなんかありそうだよね。あー、
レトロゲーマーの習性で調べてしまうな。さあ、私も悪を倒す軍隊を作るぞ。悪、善と悪、まあ劉備は悪善っぽいですよね。おお、これセレクトボタンを押すと全員の軍師のところが空いてますね。関羽は軍師になれないのか。ちょっとわからないことがあるんで、説明書を見てみようかな。さあ、説明書読みました。軍師はまだいないんでね、この SP っていうのが策略ポイントみたいですね。軍師がいないから、まあ関係ないかな。さあ、まずは戦ってみましょう。西に行く。おお、艦中？え、敵に武将がいますよ。策略は軍師がいないからできない。劉備自ら戦う。 OK。 まず兵士をやっつけていった方がいいんじゃないの。総勇、総人、それぞれ攻撃だ。どれぐらい、31人倒す。どれくらいの強さか分かんないからね。艦中ギャー。あ、そういう、そう弱いな。総人も弱い。武器持ってないもんね、だって。いてて、総攻撃、消費がやばい。頑張れ。カオもやばい。どうだこれ、カオ超費やばいよ。艦中だけだ。あとは劉備軍は艦中との戦いに勝った。経験値6と金34を手に入れた。なるほどね。このセレクトボタンでレベル1、この劉備軍全体であのレベルがあるみたいですね。個人個人じゃないんだね。うん、シンプルでいいんじゃないか。で、兵力が減ったらどうしたらいいんだろうな。これ宿屋に戻っ、宿屋ってあるのか。どうなんだ、もう一戦戦っただけで怖いんだけど。休めますか。毎日お前の身を案じておりました。さあ、お行きなさい。休ませてくれないの。マジか、これ回復できないじゃん。どういうことだろう。宿屋ないのかな、このゲーム。ヒヒーンじゃなくて建物これしかないもんね。回復なしですか、このゲーム。説明書には載ってなかったな。とにかく刀剣様のとこ行くしかないのか。あ、やばい。退却しようか。おお、ちょっと待てよ。棍棒装備、そういう装備は何も持ってないんだよね。じゃあ劉備の短剣を渡す。そういう、あと隊列で並び、劉備、そういう、総人、関羽、張飛にしようかな。この2人はちょっともう使い捨てみたいな感じでね。で、そういうが探検装備と。よし。わー、なんか明るくて気持ちのいいフィールドマップですね。あ、もう近い。よし、入れた。ここは徐州城、刀剣様のお城です。私の家族は黄金族によって殺されてしまいました。どうか仇を討ってください。聴覚だね。黄金族は3つの城に立てこもったと聞いています。あ、そう。まずは
刀剣様のとこ行こうか。劉備様よく来てくださいました。刀剣様に会おう。ふむ、劉備殿と申されるか。何、義勇軍を持って黄金族を退治してくれるというのか。おお、あなたのような若者が現れるのを待っておりましたぞ。わしはこの通り病床の身。劉備殿が黄金族を退治した暁にはこの城をあなたに譲りたいとさえ思っている。初対面で信用しすぎじゃないかな。どうかわしに代わって黄金族を退治してくだされ。お願いしますぞ。黄金族退治か。この人キサキかな。奥におわれる方が刀剣様です。でこの兵士数をどうやって回復するんだろうね。街をちょっと巡ってみましょう。武器や鎧は装備しないと効果がありませんよ。この家は何なんだろうね。たまに調べたら何かあるのかな。それとも何もないんだろうか。お、誰かいる。いらっしゃいませ、道具屋です。買いに来た。石神丹、小魂丹、名馬、信仰のお札。うわー、わからないなー。金200しかないの。まずはちょっと宿屋的な徴兵をしたいんだけどね。アイテムの効能とかはちょっとメモして、実際に買ってみてね、試してみるしかないね。一個ずつね。兵糧がなくなると兵士が倒れてしまいます。兵糧は今980。移動してると減るのかな。あ、武器ですか。ああ、あ、本より探検の方が強いんだ。そうなのか。返してもらおう。銅の鎧とか絶対欲しいね。また来よう。強い武将は前、弱い武将は後ろ。これが隊列の基本です。そうなんだ。隊列変更。劉備、関羽、張飛、宗勇、宗尽。劉備が一番前でいいのかな。でも最大兵士数314っていうのが圧倒的だもんね。劉備が一番前でいいと思うんだよね。ご苦労でございます。今日はどのようなご用件でございますか。あ、何これ、酒場的なやつかな。記録、次のレベルに上がるにはあと14の経験が必要になりますと。はい、呼ぶってなんだろうね。これ武将がどなたもお呼びすることはできません。あ、刀剣様のお城、自分の城だったら呼べるのか。そんな感じだね。兵糧屋、兵糧300で金100か。あ、結構高いな。金と兵糧の交換、金があれば兵糧は買えると。その逆はできないのかな。兵糧を売るっていうのは。北にある青州城も黄金族の副将長領によって占領されています。北に城があるのか。あ、宿屋あった。一泊金剛安い。おはようございます。あ、やった、兵士数回復した。いやー、これで一安心。システムを一個理解しました。宿屋っていうのはやっぱあるんだね。まあ、これは説明書に載ってたか。説明書斜め読みしたから抜かしてたね。ご用件、何これ。能力加える、外す解雇。え、
誰も登録されていません。何これ、加える、誰も登録されていません。外す解雇、どういうことなんだろう。一応ね、説明書によると、武将は7人連れ歩くことができるみたいですね。でそのうち戦闘に参加できるのは、前から5人ということみたいですね。うんうんうん、これ聞いたな。お主の軍を強くするには良い武将を集めることじゃ。なるほどね。まあ今のとこ関羽と張飛だけかな。残りの2人はね、弱すぎるよね。あ、私の名は美軸、黄金族と戦うのなら私もお供させてください。はい、美軸文官だよね。見てみましょう、美軸。おお、やっぱり知力が高い。軍師にはできないのか。できないだろうね、美軸。おお、でも兵士数多いね。まあ隊列的に言うと張飛の後ろかな、美軸。やったぜ、並び劉備、関羽、張飛、美軸、いいね。うわー、このゲームお店に看板がないんだね。どこが何屋さんか覚えとかないといけないじゃん。大変だこりゃ。武器屋どこだった？あった、金200。そうだね、鉢巻きってなんだ。探検買おうかな。劉備、あとはもういいかな。銅の鎧までちょっと貯金しようかな。さあ、ちょっとレベルが上がるまでレベル上げしようか。劉備軍はレベルが上がった。関羽は兵士数が114になった。張飛は兵士数が114になった。劉備、美軸、宗尽は連下の刑を覚えた。策略ポイントが15になった。レベル2になりました。策略ポイント15。しかし軍師はいないということで、いやーこれ楽しいね、このゲーム。劉備軍をさらに強くして北伐したいと思います。黄金族は強いと思うんだけどね。今回はここで区切りたいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。盗賊退治もう少し続けたいと思います。